当に鼻からいっちゃった輪っか作る気ねえなの。はい、どうもペアです、お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけで、はい、今日はですね、こちら桐生に新しくできました、はい、シーシャ屋さんに。シーシャ何って話名前は聞いたことあるね、うん、体験したことって全然ないんだけど、ない自分もないんだけど、はい、ちょっとその辺詳しく聞いていきたいなと。よろしくお願いします。お名前聞きます。シーシャバー、ザ・スティックスの、店長やってる立ち沢ですね。立ち沢さん。立ち沢さん。はい、立ち沢です。よろしくお願いします。確かに全然名前すら聞いてないね。そう、聞いてないな。聞いてないね。なんか結構東南アジアの方で発祥って言われてて、で、まあ、紙タバコのフィルターの部分が水に変わって、かつこうフレーバーを炭で焼いて、でそれをホースで吸うような。群馬でも何か所かあるんですか、そういうシーシャ屋さんっていうのは。群馬でも高崎で今3店舗ちょっと3、4店舗あるような形ですね。桐生ではこちらだけですかね。そうですね、桐生だとここだけですね。そうですね、出会いが友達に都内に連れてかれた時にシーシャっていうすごいのがあるっていうことで行ってみたら結構ハマってしまって、でそこからもうずっと通っていて、これは田舎にあったら面白いってことで確かに確かにハマるっていうのは、ね、そのフレーバーが気持ちいいなというか。あ、そうですね、フレーバーが気持ちいいっていうのと、あとはもう女の子も行った時に受けがいいんでこれはいいぞと女の子とか連れてこのお店に来て、え、そうですね、一緒にフレーバー楽しんでみたいな。それがやってもらえたら嬉しいですねそうですね、これが全部フレーバーになっていて、めちゃくちゃ面白い。なんかバナナシェイクとかコーヒーとか普通になんか飲み物、ドリンクメニューかな、飲み物とかカクテルみたいな感じかなと思ったら実際どう。え、これタバコってことだとあれなんですか、20歳以上みたいなのがあるんですか。そうですね、一応ノンニコチン、ノンタールの方でも20歳以上じゃないと吸えないような形ですね。そうなんだ。はい、なんか喫煙するっていう行動がもう20歳以上じゃないとダメっていうような。ニコチンが入ってる入ってないじゃなくてってことなんですね。そうですね、そもそもじゃあ新車はもうタバコっていう扱いではあるってことですね、まず。あ、そうですね、まずもうなんで JT の管轄で扱われてるものですね。あ、ニコチン入りのものもあればニコチンなしのものもあるってことですね。はい、で普通にタバコとか普段吸わないけど、そのフレーバー楽しみに来たい人が全然来ても大丈夫だよっていう、そういう感じです。多いのは例えば3名様とかだと2台とか頼んで3人で回したりっていうのは。回す。そうですね、こうホースをこう渡し合って、でいろんな味を楽しむような感じですね。でもキャップがあるわけですね。そうですね、そのキャップで、まあ、マイキャップにして、こう他の人とは口移しにならないような。ああ、今の時代も安心ですね。安心ですね。へえ、それ1台でどんぐらい吸えるというか。大体1時間からまあ1時間半ぐらいは結構吸えますね。持つような感じですね。へえ。でこの料金の仕組みってのはチャージってのはが、まあ席料が500円かかって、でそれプラスで新車が1台1500円かかるような形ですね。こんな感じで、あ、これ一回炭を焼いて。そうですね、焼いてこの器にフレーバーを詰めてって感じですね。あ、なるほど、それで煙が出てくるってことなんですね。はい、あ、でこれが8分ぐらいかかる。そうですね、大体8分ぐらいかかりますね、焼き上がるまでに。わかりました、ちょっと楽しみにしてます。はい、まず、こっちがノンニコチン、ノンタールの方ですね。あ、これフレーバーは、フレーバーがパインとアップルですね。お、ミックス、ミックスですね、パインアップルですね。はい、おー、もう匂いがする。どうしていいか分かんないけど任されたけど、どうしていいか分からない。でこちらが、でこっちがルートビアですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こちらを開けて、開けていただいて、このそうですね、それを袋を開けていただいて、いや、ここまででいいか。そうですね、そこまでで OK ですね。
あとはふかすようなイメージで、はい、結構深めに吸うようなうどんすするぐらいな感じで吸っていただくと例えが分かりやすいんだか分かりにくいかへー、じゃあでは、はい、いきますか、はい、初体験で。おー、すごいボコボコする、ボコボコする。怖くてあんまり捨てないけど煙が だから喫煙者から言ったのに。だって怖いんだもん、なんかめっちゃ飛びやん。でも香りはすごいする。すごいすごい、面白い面白い。煙にそのパイナップルとアップルが吸った時ってなんか出した時に煙がすごい感じる。あ、そうですね。吸うとボコボコして、それが水を通ってフィルターになって、おお。乗り出るんですね。すごいな。面白い。はいはい。で、わあ。ヨッシーなんだよ。ヨッシーのわあ。で、これを取り替えれば、まあ、シェアできると。ああ。確かにこれいろんなフレーバー。試したくなる。楽しい。怖い。どうですか。もっと足しない。全然本当うどんを深く吸うぐらいです。めちゃくちゃ吸っちゃった方が煙いっぱい出てたのし。ビビってるね。ビビってる音がするね。結構出ちゃった。それは結構出ちゃった。そうだね。ビビるよ。どうしていいか分かんないで、これをやったことないから。初煙吸い。でもうどん吸ったことあるでしょ。うどんとか餅とかだったら餅もあんの。逆に餅あんま入れんだけど。本当だ、めっちゃ味がする。味というか香りが甘い感じするよね、うん、お、これは随分吸いますね。おお。おお。ニコチン感じますね、多少は。やっぱあ、やっぱそうですか。そうなんです。多少喉にくる感じもあるし。ニコチンってそもそも感じるものなんだ。うん、だって 1g と 10g じゃ全然違ったりするし。なんか刺激的なもんが違うし、うん、そうかな、うん、じゃあパイナップルで。つい肺に入れちゃうな。そうそう、さ、肺に入れちゃうってことがよくわかんない。何、肺に入れちゃうって。肺に入れちゃう。例えようがない。呼吸しちゃう。口に入れた後に、でさらに奥に肺の呼吸。普通だよ。鬼滅っぽく言いたいの、それ普通なんだよ。一の方じゃねえんで。これを吸いながら、なんかお酒を飲んだりとか。そうですね、お酒を飲んだり、まあ、軽食したりって感じですね。ピザって思いますもんね。ピザとか。え、これいくらぐらいするんですか。その全体のセットで大体18,000円。思ったより安い。でもさらにここに入る液体みたいなものもどっかで買うわけですよね。あ、実はそこのあれはもう水道水なんで。へえ、まあ、フィルターだから別に何でもいいってこと。そうですね。あ、そうなんですか。はい。じゃあ結構なんか手軽に家でも始められそうな。やろうと思ったら、でも炭でなんかやったりとか。あ、そうね。専門的な部分が必要なんだろうけど。炭がこの辺に入ってるんですか。炭は入ってないじゃない。焼いたやつが、焼いたやつがどっかに。実は炭はこの上のここの中に入ってます。炭は入ってないですね、はい、なんでここがめちゃくちゃ熱いんでちょっと気をつけてください。触るの、いや、なんで言われるのが触るんですか。子供か。え、フレーバーもじゃあここに入ってるの。そうですね、フレーバーがこの下のこの陶器の部分に入ってるような感じです。で、炭が入ってて、で、焼かれたものをここのパイプでこう吸ってホースから来るみたいな感じですね。煙が一旦こっち行く、じゃあここで、ま、混ざり合うというか。そうですね、水とこう一回ろ過されて。はい。これ考えたやつ天才だな。ありがとう。ごめんね、捨てたから突っ込めてないけど。それでもやっぱ俺こっちの方が好きかな。
テーブルゲームみたいなのもありますね。そうですね、テーブルゲームも結構いっぱい置いてあります。結構みんなで来て楽しみながらだと何が伝えられる？煙で何が伝えられる？飲んで煙かけるの楽しい楽しい楽しい、すごい楽しい気分に なりますね。楽しい気分になるね。ちょっと輪っかに挑戦してよ。輪っか、輪っか、タバコでもできたことない。どうやるか知らないけど。いやいや、なんかこんなポンポンやりますよね、タバコの方も。分からん。じゃあ酒井さん、 C 社を作った張本人が、じゃあ。そうですね、大体のものは僕が発明してます世界の天才か。ちょっと鼻から言っちゃった輪っか作る気ねえなのはい、というわけで今回はC社バーザスティックスさんにお邪魔いたしまして、はい、C 社体験、はい、めちゃくちゃ楽しいね。面白い、やったことないからビビってたけどねで、これが営業時間とかっていうのは、営業時間が土日が2時から0時までやっていて、平日が、3時から0時までですね。あ、結構長く。で、お酒飲んだりとか、はい、ピザつまんだりとかしながら、はい、C 社を楽しんでいただける場所ということですね。はい、2号、ここ住所はどちらに？はい、ここはですね、群馬県桐生市本町6丁目398番地の1ですね。あ、わかりました。知ってるかい？合ってます、合ってます、さすが2号番地言うためだけに来てるからテロップねえだろというわけで、気になった方はぜひともね、C社バーザスティックさんで検索していただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。あんま出てねえな煙あんま出なかった